都城市の北西部に位置する高野町大塚地区。この地で明治より踊り継がれてきたのが大塚大踊りである。その装束は一重物の白かすりにたすきがけ、結び目に赤、青、黄色の飾り帯を下げ、その先に花をつける。腕には黒の鉄鋼、すねに脚半を当て、足元は白足袋にわらじ履きである。現在大塚の棒踊りは過疎化などの事情により、地区の子どもたちが通う西岳小学校の児童たちが伝承し、毎年体育祭や祭り西岳ふれあい文化祭の時などに披露している。大塚棒踊りは明治4年持代神社の祭りの時に奉納したのが始まりとされ、中郷から養子に来た谷口愛之助が明治大正にかけて大いに広めたという。踊りの組織は踊り手、歌い手、そして榊を持つ山で構成されている。その形態は二列渋滞で、それぞれ交互に棒、鎌を右肩に担ぎ、左手は腰にして出刃をなし、棒は石突き、鎌は右腰に持ち、歌に合わせて右肩を大きく揺すり、かかとを上げ下げしながらリズムを取る。歌を一節終えてひょうと上げる声は神おろしを意味している。棒と鎌が打ち合いながら入れ替わり、さらに右に回りつつ激しく打ち合い、変化を示す勇壮活発な踊りである。